ビヨンズ第2章スタート。48のライブです。おー、都内近郊4カ所で、あ、4カ所、なんと、マリオピューロランドだった。自分たちのライブができることは嬉しいし、あとサンリオさんの、世界観のあるステージでビヨンズできないかなってずっと考えてたので、正直なのでなんか本当になっちゃったっていう感じで、あの単独ライブができるっていうのすっごい嬉しいんですけど、あのサンリオで立てるっていうのが超嬉しくて、ぜひ松丸に行きたいなと思います。あのアルバムの発売が決まってから次の目標はあの単独ライブをすることかなって思ってたので、こんなに早く決まると思ってなかったのですごくびっくりしました。嬉しいです。頑張ります。サンリオ大好きで、あのタキシードサム君あんまり会えないキャラクターなんです、サンリオでそうだから会えたら嬉しいなって思いますし、こう世界観こうおいい感じにビヨンズとこう融合させて楽しんでもらえるステージができたらなと思います。その握手会とかで皆さんに単独ライブできるかなみたいなことをすごくたくさん言っていただいてたので、もういろんな会場で4カ所もできることがすごく嬉しいです。はい、今はすごいあの決まって嬉しいんですけど、初のビヨンズの単独ライブということで、すごいものに仕上げられるように今から磨いていきたいなっていうふうに思います。メロディーちゃんが大好きで、あのサンリオさんも本当に大好きなのですごく嬉しいですし、その仲間たちとも会えるかもしれないということですごい楽しみです。頑張ります。あんまり言ってないんですけど、実は小さい頃からすごくハローキティが大好きで、そのステージに立てるんだなって思うとすごくワクワクします。イエイ。私もあんまり、外には言ったりしてないんですけど、ポムポムプリンくんとか、あとハンギョドンさんも好きなのでハンギョドンさんとかでも あんまり行ったことがないし、サンリオさん以外でもあんまり行ったことない土地に行かせて、単独のライブで行かせていただくのでもすごい楽しみです。やっそうですね、単独ライブということで、おそらくこう今までやったリリースイベントのミニライブより多い曲数をやると思うので、4箇所全部頑張っていきたいと思います。はい、シングルに引き続きアルバムでもこうイベントができるということで本当に嬉しいし、ピューロランドさんということでシナモンがねいるので頑張りたいと思います。イエイ。まずはこういう嬉しいご報告をできることが嬉しいなって思います。そして単独ライブっていうのはみんなのこう今後の夢の一つでもあったと思うので、この単独ライブ全部4カ所成功してまた次にどんどんつなげていけるように頑張っていきたいなと思います。まずはこの4公演、4カ所の公演を頑張りたいと思います。イエイ。ビヨンズの単独ライブが決定しました。イエーイ。関東4カ所で行いますので皆さんお楽しみに。